当社グループは新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により世界各国で経済環境が急変し産業構造が大きく変動している中にあって事業ポートフォリオについて抜本的な見直しが求められているとの認識のもとコロナ後をも見据えて積極的に事業基盤の強化や持続的な成長の実現に向けた取り組みを行ってまいりました。まず日本での事業展開について株式会社日本保証は保証商品の多角化の一環として不動産担保ローンやクラウドファンディングを通じた保証を強化しております。不動産担保ローンでは2021年4月に三井不動産リアルティ株式会社と2021年12月に京阪電鉄不動産株式会社と新たに不動産担保ローンに対する保証を開始いたしました。またクラウドファンディングを通じた保証では提携先企業による日本保証の債務保証を組み込んだファンドの募集を通じて融資型クラウドファンディングにおける債務保証や不動産投資型クラウドファンディングにおける不動産買取保証などの取扱い高が2021年12月時点で50億円を達成するなど順調に増加しております。次に韓国では2021年8月に当社連結子会社である韓国の JT キャピタル株式会社の全株式を VI 金融投資株式会社の系列会社が設立する特別目的会社へ譲渡いたしました。またインドネシアでは J トラスト銀行インドネシアがイーダグループホールディングス株式会社傘下の子会社であるアブディルフルカウロアリットと同社が開発するレイバタウンの住宅販売に係る業務提携契約を締結しました。さらに同じくイーダグループ傘下の子会社であるアイワンホームインドネシアと同社が開発するロンボク島バリ島事業の住宅販売に係る業務提携契約を締結しました。今後もインドネシア各地に事業を展開しているイーダグループ各社との業務提携を順次増やしていきたいと考えており、引き続きインドネシアの皆様の豊かな社会づくりおよび生活に貢献してまいります。当連結会計年度における営業収益は423億2500万円、営業利益は52億6000万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は11億2300万円となりました。営業損益および親会社の所有者に帰属する当期損益は前期の損失から利益に転換いたしました。次にセグメントごとの業績をご説明させていただきます。日本金融事業、日本保証が信用保証業務、債券回収業務およびその他の金融業務を、パルティール債券回収株式会社が債券回収業務を行っております。営業収益は債券回収業務が好調、保証業務は堅調に推移したことから97億8100万円、セグメント利益は45億8800万円となりました。韓国およびモンゴル金融事業、韓国においては JT 貯蓄銀行が貯蓄銀行業務を、 TA 資産管理株式会社が不良債権の買取および回収業務を行っております。またモンゴルにおいて J トラストクレジット NBFI が金融業務を行っております。なお第三四半期連結会計期間においてカップ業務およびリース業務を行っていた JT キャピタルを株式譲渡したことにより同社の業績並びに譲渡に伴う損益を非継続事業に分類するとともに連結の範囲から除外しております。営業収益は銀行業における貸出金残高の増加に伴い貯蓄銀行業務における利息収益が増加したことなどにより148億600万円、セグメント利益は32億800万円となりました。東南アジア金融事業、インドネシアにおいて主に J トラスト銀行インドネシアが銀行業務を、J トラストインベストメンツインドネシアおよびターンアラウンドアセットインドネシアが債券回収業務を、
J トラストオリンピンドマルチファイナンスが農機具ローンなどのファイナンス業務を行っております。またカンボジアにおいて J トラストロイヤル銀行が銀行業務を行っております。営業収益は銀行業における貸出金の増加に伴い利息収益が増加したことなどにより167億9700万円となりました。またセグメント損失は銀行業における貸出金残高が順調に回復してきているものの未だ利息収益が十分な額に達していないことや J トラストオリンピンドマルチファイナンスについて今後の事業計画の見直しに伴うのれんの減損損失を計上したことなどにより63億7200万円となりました。投資事業。投資事業につきましては主に J トラストアジアが投資事業および投資先の経営支援を行っております。営業収益は6億4200万円。セグメント損益はシンガポールにおいて J トラストアジアが提起していた訴訟にかかる勝訴判決の履行を受けたことなどにより54億4500万円のセグメント利益となりました。その他の事業につきましては主にロボットシステム株式会社が当社グループのシステム開発、コンピューターの運用及び管理業務を、日本ファンディング株式会社が不動産業務を行っております。営業収益は8億7800万円。セグメント損益は4億3000万円のセグメント利益となりました。ESG への取り組み強化。社会福祉につきましては孤児、障害者、シングルマザー、独居老人など社会的弱者への支援を通じてノーマライゼーションの実現に貢献しております。具体的な取り組みの一つを紹介しますと、 J トラストでは日本ブラインドマラソン協会の活動を2014年以降長年にわたり支援しております。地域社会。地域社会につきましては様々な活動を通じて地域の活性化、青少年の育成に貢献しております。一例としてインドネシアでは一般市民向けの新型コロナワクチン接種サービスを開催しました。ガバナンス。ガバナンスにつきましてはコーポレートガバナンスおよびコンプライアンス体制を推進し、マネジメント体制、法令遵守への取り組みを強化してまいります。当社グループは企業理念の実践とコーポレートガバナンスの追求によりすべてのステークホルダーと誠実に向き合い、バランスの取れた事業活動を行うことで社会と共生し信頼される企業を目指します。この他の事業報告、連結計算書類および計算書類につきましてはお手元の招集後通知に記載の通りでございます。続きまして決議事項についてご説明いたします。第1号議案、定款一部変更の件。株主総会資料の電子提供制度に関する会社法の改正規定が2022年9月1日に施行されますので、同制度導入に備えるため招集後通知に記載の内容に定款を変更するものであります。第2号議案、取締役8名選任の件。本株主総会集結の時をもって取締役7名全員が任期満了となります。つきましては経営体制の強化を図るため社外取締役を1名増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。第3号議案、監査役2名選任の件。監査役井上雅人氏は本株主総会集結の時をもって辞任されます。つきましては監査体制の一層の強化および充実を図るため監査役を1名増員し、
新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。また本議案につきましては監査役会の同意を得ております。第4号議案、社外取締役を除く当社取締役に対する譲渡制限付き株式報酬制度に係る報酬額設定の件。当社の取締役の報酬などの額は1998年6月29日開催の株主総会において年額5億円以内とご承認いただいておりますが、今般社外取締役を除く取締役の株主利益に対する意識のさらなる向上および当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを取締役に与えることを目的として、5億円の報酬枠とは別枠で新たに譲渡制限付き株式付与のための報酬を支給することといたしたいと存じます。本議案に基づき、社外取締役でない取締役に対して譲渡制限付き株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、この金銭報酬債権の総額を目的に照らし相当な額として年額2億円以内といたします。また各取締役への具体的な支給時期および配分については取締役会において決定することといたします。その他詳細につきましては招集後通知に記載の通りでございます。以上で上提議案の内容のご説明を終わらせていただきます。株主の皆様におかれましては、今後とも何とぞ格別のご支援を賜りますように心からお願い申し上げます。それでは引き続き審議に移らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。